今日はブランシュで、夏に強い下地を教えてもらいます。汗とか皮脂をかきやすいので皮脂かく皮脂が出やすいのでそう、夏に強いベースメイクを教えてもらいます。どうぞ。今スキンケアが終わった状態なので、これからすぐにメイクをする場合はティッシュを三角に折ってもらって、余分な油分をティッシュに押さえてあげます。これも化粧崩れ防止の一手間です。確かにちょっとなんか塗りたてのテカリが抑えられた感じがする。で、最初に使うのはこちらプリマベスタです。のプリマベスタのネット限定のブラックプリマっていうやつです。普通のプリマベスタよりかも汗皮脂に強いです。なのですごいテカリやすい、全体テカリやすいって方は全体につけていいんですけど、乾燥したりもするので全体につけちゃうと、ね、汗かきやすい鼻周りとか自分で崩れやすいなって部分にくるくると入れ込んでいきます。今はね、アイメイクだけしてもらってるんですよ。眉毛と目元を薄くアイホール塗ってもらってラインを引いてもらってます。チークとか唇はしてないんですけど、ちょっとね、こう、ベースがメインなんでアイメイクはもう済ませてます。よし、部分用の下地おしまいです。で、次に全体下地ね、これはクレドボーポートです。パール一粒ぐらいを取ります。この中心からぐんぐんまた伸ばしていきます。で、ファンデーションも下地も分厚く塗るよりかは薄く塗った方が崩れる時も、こう分厚いとドバッと崩れちゃうんですけど、薄い方が膜を重ねてあげた方が崩れにくいです。私結構プライベートの普通の自分の化粧薄いんですよね、はい、なんかあんまり崩れない、っていうのもそんなになんか昔パウダーとリキッド両方塗ってた時代があって、リキッドやった上にパウダーで塗る時はすごいなんか笑っただけこうひびが入るようなメリメリみたいな、でも今全然もう私も下地とコンシーラーとお粉だけなんであんまり崩れないですね、崩れにくいですよね。ベースを薄くしてもいいように、スキンケア大事な気がする。とっても大事、肌のケア、ね、で、次にファンデーション、はい、Estee Lauderです。 Estee Lauderです。これはもう有名です、汗皮脂に強い。何番とかあるんですか？ダブルウェアです。で、色は多分お肌に合わせてちょっと明るめかな、じゃあ。そうですね、色チェックしてます。夏のファンデーションは自分の首より白い色を選ばない方がいいです、なんか首から上が浮いてるような感じがたまにいるよね。そうなんです、夏は結構服装とかも軽いじゃないですか、肌も見えてるし、なので首と合ってないと浮いちゃうので、冬はワントーンアップでもいいんですよ、隠れてるので、ファンデーション選びは気をつけてください。明るすぎないやつ、全体的にこれで筆で薄く塗っていくのがポイントなんですね。やっぱり手だとどうしても分厚くなったりもしちゃうので、確かにブラシだと結構ツヤが出ます、結構マットなファンデーションとか使ってもブラシによってツヤが出るので、ブラシはおすすめです。カバー力がもし足りないなと思ったら、この三角ゾーンだけは重ねても OK です、
で重ねるときは引っ張るんじゃなくてトン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 ってのしてあげた方がカバー力が上がります。へえ、じゃあ筆の方がやっぱりいいですね。均一につくし、そうですね、手だと結構ね手についちゃうんだよね。うん、で手の跡もついちゃうんですよ。手の跡に、そう、手の跡もつくし手にもつくし、そうなんです。コバの周りも細かいところもしっかり入れ込んであげてください。今どれぐらい、半分ぐらい？そうですね、すごい半分段階だけども結構もう、うん、なんかすごいマットでもないけど、うん、でもツヤもあるな、うん、多分下地がツヤが出てるので下地のこれが、うん、下地いいです。であとは雲あるよ雲あるよ、若干あるよ。じゃあこの液体タイプのコンシーラーです。はい、コンシーラーです。ディオールかな。はい、ディオールです。ディオールのコンシーラーです。クマがひどい人とかは結構オレンジのものとか使ってもいいと思うんですけど、クマ用にはね。そうですね、オレンジ系です。見える、はい、薄く伸ばしていきます。でクマとかは多分液体タイプの方がいいですね。小じわに入りにくいので、うん、やっぱ溜まったりするじゃないですか、うんうんうん、なのでシワは明るさを出してあげるだけなので、うん、液体タイプとか。あ、すごい綺麗にカバーされてる。うん、これ。あ、ここ綺麗。めちゃくちゃいいですよ、うん、全然組まないいい感じで、なんか赤みとか隠したいところは固形のこういう、うん、結構なんか練りタイプ。そうです、うん、練りのコンシーラーを使っていきます。赤み消し。そうです、赤みを消すときは肌の色よりワントーン暗い色を使います。なので3色入ってると便利です。で隠したいところ、そういうシミとかもこういう風にブラシで一回乗せてあげます。で隠れたなと思ったら周りを動かしてください。置いたところはあんま触んない方がいいですね。そうですね、広がっちゃってまた薄くなっちゃうもんね。そうなんですよ。なんかニキビ跡とかニキビで悩んでる方も、うん、一緒です、うんうん、隠して周りをぼかしてあげる。ナチュラルに隠れました。めっちゃいいで最後にパウダー。パウダーはエレガンスです。ベースメイクで全然雰囲気変わりますね、化粧の、うん、全然違う、うん、なんかマットっていうか今しっかりした感じのメイクになるんですよし、うん、まあ、この間っていうかやったやつはツヤ感重視だと思ったし、全然違うな。パウダーをブラシに取ります。はい、ちょっとこうつけて落とします。落とします。もうちょっと落とすかな。はい、でこのままついた状態でお肌につけちゃうともう全部粉っぽくなっちゃうので、まずパフに入れ込みます。で、筆の中にちゃんと均一になるように入れ込んであげる。で、パフだけで仕上げる方もパフで取ったら全部揉み込んであげてください。で最初に作るとめっちゃダマになっちゃうね。そうなんです。私は最初ブラシ派なのでブラシで全体的につけていきます。お化粧するときは結構優しいタッチでしてあげてください、うん、当たってるか当たってないか分かんないぐらいふわーって、うん、それが大事です。大事そうじゃないとメイクも結構ドバッとついちゃうので、うん、痛い力ぐらいでやっちゃうと大事です。で夏持ちを良くしたいならパウダーは多めがいいと思います。皮脂と水分と混ざってやっぱ落ちてきちゃうので、どっか出かけるよとか外で出かけるよっていう時はパウダー多め、うん、で乾燥が気になる方はそんなに多めじゃなくていいと思う。おお、なんかいい感じ、しっかりついてるけど、うん、あのなんかツヤもある感じが、うん、
か。今までファンデーションはおしまいです。ハイライトいきます。はい、ハイライトお願いします。ハイライトはいつも使ってるクレザポーボードですね。すごいいいですよ、めちゃくちゃ綺麗、うん、私もこれ欲しいです。ね、これいいよね、うん、めちゃくちゃいい。おでこの高い位置ってこと？そうですね、おでこの高い位置と、私はこの鼻のこと全体つなげないようにしてます。私は全体つなげちゃうとズドンって見えるので、うんうん、ちょっと間を空けて、ね、そうです、立体感ですね。と口角の上と顎、うん、で、頬のところですね。ハイライトは顔の形によっても入れ方違うので、これは要注意です。骨格の高さが違うもんね、みんな肌が高いとか、うんうん、平らとか、うん、そうです。顔の長さで悩んでる方もいるので、そういう方はまた違うと思います。じゃあチークつけます、はい、チークは前回も紹介しました珍しいマニキュアみたいなチークです。アディクション、はい、ね、アディクションです。本当だ、なんかサッカーとかで応援する人みたになりました。いい感じ。ベースは完成しました。どうですか？なんか正面にライトがあるので、結構こうツヤっとして見えるんですけど、うん、どっちかっていうとしっかりカバーされてる感じはしますね。自分であまりメイクするとこんなにしっかりなんか時間かけてしないから、今日すごい化粧したっていう感じがする。なんかアイシャドウとかがそういうナチュラルだから、なんていうんだろう、全然重たくないから、一番重要なのは何だろう、薄く塗る、薄く塗る、重ねて塗る、確かにいろいろ重ねたけど全部薄かった。今日はプロに聞いた夏に崩れない素敵なベースメイクを教えていただきました。やっぱり薄く重ねることが大事みたいです。皆さんも挑戦してみてください。